橋が入ってきていました。前向いたら強いですよ。さあドーグラス一人で行く、いやステップ左だ、落としてシュートは打てない、いい形だ、もう一度シュート打った、決まった、清水同点、白崎58分です。いや清水のねこの得点の形ってのは綺麗ですね。まあここで2人食いつかせてこのラストパスっていうところも良かったですし、ここですよね、完全に食いついてますよね、はい、まあ、シュートも上手かったですね、上手いですね、逆サイドをうまく狙ってますね、はい、まあ、抑えの効いたねこうシュートでしっかりと逆サイド背負い通りのシュートなんですけども、いい得点でした。いや白崎は自身8試合ぶりの得点ということになりました。清水が同点です、2対2、まあ、前半からシュートの意識も高かったですし、そうですね、うん、